ンドンから帰ってきてなぜロープウェイに乗らされるの乗ってるから仕事のクオリティ上げるためには外出た方がいいなって。そうです、他の店舗で思ってるコーチに育っちゃダメ。 J リーガー取ったらバズるんですよ。ああいう人たちをどう輝かせるかっていうのが、こんなんできたの俺何年も来てないか分かんない。これこれも去年とかじゃないでしょ、横浜焼き網。これ新しいもん、観光名所っていうか、まあ、この横浜のこの港未来の街並みをこう見れる、結構ね好評らしいよ。なんかあれだよね、ちょっとこう近未来感があるよね。いや、あるおかえりきた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 、サニーおかえり。どっから帰ってきたんですか？いえ、ロンドンから。ロンドンから帰ってきた。ロンドンから帰ってきて、なぜロープウェイに乗らされるの？ということで、サニーさん合流ということで。え、ジョーダンだこれ。そう、これジョーダンで。めちゃくちゃ可愛いそれ。多分海外限定のレディースで。あ、レディースなんだ。そう。でもレディースだけど海外でかいから。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃいいじゃんって。なんかね、髪もなんか撫でつけちゃって、ちょっとなんか。ねヨーロッパ、違う違う、アメリカ、ね、アフリカ行って、違う違う、あのね、変わったな。違う、成田の空港でわざわざ直してきたの。撫でつけちゃってもう空港のトイレでひげ剃って、うん、綺麗にして着替えてきた。ちゃんとしてた、ちゃんとしてたわ。移動疲れはどうすか？移動しすぎててわかんない。なんかいい匂いしてんだよね。いや、それもね、ちゃんと来るためにね、やってなんか今まで書いたことのない、なんかね上品なサニーの顔してたけど、染まっちゃった海外で、ね、染まったわ、かぶれてるわ。あ、ニューヨークのね、あのヘリに2回乗ってるからなんか結構良さそうですよね。あー、まあ、まあ綺麗。いい、ニューヨークのヘリと比べなくていい、そうだね、こっち2200円だから、うん、まあそれもまあ高いけどね。正直、日本の全部安い。いや、マジで、うん、あの朝食とかランチで平気で2000円を超えるから、昼食3000円。いや、そんな贅沢しない。贅沢しないで、普通の一食とドリンクだけで3000円。まあ大富豪と一緒にいた時期は確かにね、ホテルの朝食5000円、うん、そりゃ泳がすわ成田でヒゲ剃るわ、うんうん、成田でヒゲ剃る、いい香りするし、だからテロテロの生地切るわ。一杯2万5000円の牛丼食べたりしたからもうこれからサニーさんは日本にいるんですか？うん、これからとりあえずは、ちょっとまた脱出の三段を立てて、日本脱出の、日本脱出の、うんうん、まあ日本出た方がいいかな。やっぱ日本はもうちょっと、いやいや日本最高だけど、うん、仕事のクオリティ上げるためには外出た方がいいなって。確かにいい匂いします。確かにいい匂いします。このマスクしててもするでしょ、うん、22時間旅してきたらさすがに匂いに気を使う。ああ、やっぱ違いますね。これ売ってるんですか？これ、これめっちゃいいっしょ。こんな色見たことありますよ。いや、この色ってね、ジョーダンあんまないんだよ、ね、いや、ないない、見たことない。え、これコラボじゃないですか？コラボじゃない、ジョーダン、純粋なジョーダン。いや、めっちゃ探したんだけど、ロンドン。うわ言いた、俺もロンドンで買ったロンドン。しかもこのなんかさ、このちょっと小さい刺繍のジョーダンとか可愛いの。可愛い、マチモンじゃない。なんか目元隠してるからさ、実はこれ結構泳いでる可能性あるよ。冗談ごときでパチモン買わない。まあ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 、冗談ですよね。これでね。冗談じゃないよ。長いな。長い。ということで、岡本さんもね、ジャイアント和樹の裏側準レギュラーってことで、はい、ちょっとこちらのプレゼントをね、渡したんですよ。まだこれ非売品ですから、これから発売されるジャイアントマスク、こちらはサニーさんにも、ありがとうございます。お帰り記念ということで、ありがとうございます。渡したいと思います。お帰りなさい。これは本物ですんで。これ本物？パチモンじゃない。パチモンじゃないで。おお、いいね。おい、おそろちだ。おいいね、いいね。どうすか、つけ心地？いや、つけ心地いいっすね。ジョーダンとどっちがいいですか？ジョーダン。おい、冗談じゃないよ。じゃあ乗りますか？乗りましょう。はい、じゃあこれからね、この横浜焼き網に乗っていきたいと思います。イニシャル G。 広いですね。広い、しかも空調効いてていいね。
涼しい、めちゃめちゃ快適だわ。昔さ、建築現場で働いてたんでさ、あの辺のアパホテル、これのね、屋上で仕事してたから。そうだから、もうちょっと高いところでよくこの光景見てた。むしろもっとね、景色がいい感じですね。そうそうそう、はいはい、今日もゴーカートしてんなーって。マジね、鬼ほど綺麗よ、日本。もうああいう橋とか行ったら、もういいしかないから、本当に。ニューヨークも。やっぱそこはやっぱ日本のいいところですね。いや、綺麗ですよね、やっぱね。電車も道も綺麗だし。これ一人で乗ったんですよね。今楽しい、人と話せるから。なんなら、ね、久しぶりに日本語で話してるから楽しい。夢の時間もね、あっという間ということで。で、こっからあれですよ、テーマパークに行くんですよね。そうです、他のテーマパークに行きます。やった、久しぶりだわ。結構ね、あの距離長いし、ここから。そうそう、赤レンガでタイヤードになっちゃうから。え、タイヤードになっちゃうから。タイヤードになっちゃうから。何言わせる？え、疲れちゃう。うん、疲れちゃう。そうそう、じゃ聞き間違えたんで。聞き間違えた、確かに。結構無意識だった。サニーさん、ルーワクですね。ルーワクで、ルーサニー。そんな英語話せないんだけど。ルーサニトレ、ルーサニトレ。あら。それあれでしょ、ロックでしょ。モンブランカフェでしょ。さあ、野毛でいいですか。いや、そうですね。じゃあ野毛行きましょう。はい。ジャイアントカズキの裏側。だってサニーさん ツイッターを見て、うん、なんかやっぱりリハビリに行くって聞いてたんで、うん、なんか蓋開けてみたら、ホップして銃撃って、ユニバーサルで超エヴァで、なんかマーライオンってとこで、なんか口開けて水もらって、何やってんの。あれ、あの話聞いたらシリコンソレイユ。シルク・ドレイユね、その話マジ聞きたくて俺。そう、シルク・ドソレイユ、ラスベガスか、2日間行って、オーとカーっていう演舞があって、両方とも行ったんだけど、演題が結構違くて、カーはちょっと派手なアクションっていうか、体操選手とかがたくさん出てくるアクションで、オーは水が多いから、シンクロナイドスイミングとかの出身の人が多い。あれね、見ちゃうと結構見てる選手たちに、うんうん、いやいや、そんなんで切り替えとかないからみたいな話よくするじゃん。うんうん、いやいや、もっとない。いや、その通りだなって思った。サニトレってどうやって作られてるかって、もともとどうやって組み立てているかって、もちろん体の構造でサッカー選手に必要なのはこうだよねみたいなのを考えてはいるんだけど。腕を振るってなった時に、腕振るのは一番速いのはスプリンターじゃなくてボクサーです。ボクサーの動きを分析した結果をあれに入れる。高く飛ぶなら棒高跳びだったり高跳びみたいな選手の動きをボクサーにつなげてるとか、その動きを一番できる競技のものを持ってきてる。めちゃくちゃハイブリッドが来た。だから、まあ、あれやっときゃ、まあ、なんとなるよみたいな。シルクのスリー見ちゃうとね、何でもできちゃうんですよ。限界っていう視点を持ってるコーチには教わっちゃダメ。ではその人の脳が作り出した限界であって、そうそうそう、選手側も自分のことを、まあ、いい意味で知りたいと思うんですよ。俺も想像できなかったけど、チャンスなんてあるんだっていう、まあ、転がる場所にいたってのもありますね。もちろんもちろん。ジャイアントカズキの裏側。さっきお話ししたんですよ、最近あのね、サッカー系のカメラマンがね、岡本店員寄せてきて、完全に寄せてきてる。ジャックしてるから今。でも、この写真、怪しいなって思って、そしたらやっぱ違かったりするんだよ。まだ出してない時に、ここ行きましたとか言ってて、ポンって出てきた時に、はい、これでもぽいけど、ぽい違うんだよなって思ったら違う。うん、それすごいなと。褒められてますか？褒められてますよ。ドキドキしますね、ハイボールで。同じで、俺も同じでキーパーなんで。最後キーパー。でもガチな話すると切らないともうダメ。あ、でも周りを見て差し触りなくやってきたから、うんうん、まだ抜けてないっちゃ抜けてない。悪く言われないとダメだな、うん、どうせ編集でしょって言われるぐらいがちょうどいいんですよ。もう去年からすげえ良くなってるけど、うんうん、素質でしょって言われたら、うん、それはそうだよね。ある意味日本だったら J リーガー取ったらバズるんですよ、うん、極端な話、まあまあ、けどやっぱ鎌倉の選手とかカテゴリーの選手が低ければ低いほどとか、うん、ジュニアとか、うん、ああいう人たちをどう輝かせるかっていうのが今やっぱ楽しいですよね。いや、それ一緒だ。だから俺も俺もWeリーガーなんだもん。 J リーガーのトレインかっこいいとか当たり前だから。そう、絶対当たり前なんです。そんな上手いし、
そんなの分かってるんですよ。でもそこにはでも目に見える結果としてそこは行かなきゃいけないって思ってるんで、うん、でワールドカップ取りたいとかってもあるからそこには行くの目標としてありますけど、やっぱ目に見える結果を最大限求めた結果理想を追求するのがすごい必要だなって思っちゃって、はい、うん、理想は何なんですか。あの鴨さんだと鎌倉とか輝かしたいっていうのはあるけど、世間が見てるのはそこじゃなくて、うん、こっちだから、そこはね、すごい難しい。難しいところですね。どうあがいても見える結果を最大化していくのが、まあ、すごい必要だな。そこを全力で取りに行けないかったりするじゃない、うんうん、そこなんかやっぱ死に物狂いでやる、なんだ、価値みたいなものをすごい感じたな。次だから僕はヨーロッパとか行かないといけないなと思ってます。あのテイストであれを一回ヨーロッパで持って行ってやるっていうのが直近の、いや、ほんとそうだったんだけど、今までネガティブとか強すぎて、母子家庭だったし、はい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 、留学生の段階で諦めたから、はい、家賃だったら受けたのに、はい、で、お金ないから留学旅行し、うん、お金ないっていうか安定して欲しかったから、うん、親が留学旅行し、うん、安定してた仕事のはずなのにやめてなんか自分でやってた意味わかんないんだけど、留学行ける人たちとか、うん、お金あるじゃん、うんうん、出ちゃいけないんじゃないっていう真相にあるんだよね、失敗してるから、まあ、ったそう、そうなんですよ。それが今や、こんな不幸これまで元々割とセットアッパーだから、うん、だいぶ落ち着いてる、今日色なんか本当にひまわりだらけだね、うん、外に出てくるってすごいハードル高いから、うん、どんどん人いなくなるから。カメラマンとかもそうですね、大体また自分みたいなやつが現れた時に自分が差し伸べてくれた人たちのようにやげてあげるのがその人に対して、それは人なんか恩返しじゃないですけど、茨の道行こうとしてるね。田崎岡本、いいね、いいね、マジで知らないけど写真とかって分かりやすく売れたら売れなくなるんですよ、一回売れちゃうと。ああ、なるほど、ね、あの時に見たテイストね、になるから、売れつつない方がいい、いいって言い方あれですけど、バズらなきゃいいってことですか。ああ、なるほどね、そうか、生き生きとダメなんだよ。それでも、俺もそうだと思ってて、トレーニングなんて障害的なものだから、うん、バズっちゃいけないと思ってて、うん、信用を積み重ねるだけ、うん、確かにね、そういうことも。僕のあれは別に、今の流行りというか、SNS に合った写真だと思うんですよ。かっこよく撮るっていうのが大前提なんで、それを撮り続けるのが僕の役目なんで、あとは時代に合わせてちょっとテイスト変えたりとか、撮り方変えたりっていうのがいくらでもできるから、変にSNS 時代のカメラマンだよねって言われるのはあまりよろしくはないですよね。この前ツイッターでつぶやいたけど、応援してくれるってすごいよ、うん、ってことで、うん、なんか、うん、俺だって2ヶ月ほど放棄してんだからいや、あなたたちのこと見ませんよって言ってますから、ね、いやでも放棄して許される関係値を築いたし、完全放棄じゃないから、うん、あ、まあね、うん、でも俺不思議でさ、でも依存してんだよみんな俺に、サニーさん、サニーさんみたいな。そうそうそう、本来であれば何か困った時に連絡来るようなやつがあるんだけど、2ヶ月間ほとんどのやつが連絡してこない。これはあいつらなりの、ね、気遣いで、そうそうそう、 100% 全員気持ちよく送り出してくれたというか、うんうんうん、ありがたいなって思うけど、飲みは続けます飲みは続けます。友達だから、なんか私から見た印象ですけど、みんなそれぞれ考え方もあって夢があってすごいいいなと思いました本当に。思いました。岡本さんに関してもなんか、あ、そういう夢があるんだ最初今日会った頃は本当なんだと思って、だからそちらの前編、うん、こちらで見てもらってそうね、最初はただの変態カメラマンかと思ったけど、うん、そうじゃなかったし、そう、なんか読んでみると考えを持ってて、そうね、サニーさんに関してもなんか素晴らしい人なんだなって、そうね、思いました。俺はいん？まあそれはね、あ、それはね、動画でまあまたおいおいね、おいおいね、これからのジャイアンツ裏側でね、あ、これまでもやっぱ映してるじゃないですか、そういうことは。まあそうね、ちょっと恥ずかしいけどね、でもそれを晒すのがこのチャンネルの醍醐味なんでね、うん、昼からね飲んでますけど、話してる内容は至って真面目と、まあ、でも一つ言いたいのは、飲まないとできない話っていうのはあるんだけど、なくした方がいいね。飲まなくても話せる、そんな世の中になってくれたらいいですね。生きやすい世の中をみんなで作っていこう。またこういう回も改めて、そうね、
やりましょう、はい、ちょっと我々はこのまま飲み続けるんで、はいはいはい、皆さんもいい夜をお過ごしください、はい、チャオアディオス